はい、それではね、マイタイムアットポーシャの続きをやっていこうと思います。よし。あ、なんかあれ、このアイコン初めてだね。あ、ここか。ん、資源があります。おお、あ、なんか、え、なにこれ。あ、ツリーファーム、お礼ってことですかね。ちょっと見てみましょうか。英語ですけど、Thank you for helping us save the tree farm をね、救う手助けをしてくれてありがとうと。はい。まあ、感謝してると。私たちは、毎日、いくらかの、木材、材木を生産していますと。で、それを、まあ、お届けします。あなたの、ストレージボックスにお届けしましたと。これはただですね。はい。で、もしあなたが、さらなる資源を望むなら、You can pay the fee、 まあ、いくらか料金を払って、まあ、注文してくれれば、増えますと。ありがとうと。ダワとアーディットですね。へえ、なんかそういう、なんていうの、木材を取ってくれるんだね。まあ、お金払うと。そういうことか。ちょっと餌あげようか。よし。で、仕事受けに行こうかな、じゃあ。あ、なんか、あ、今もらったやつちょっと入れとこう。いろいろ。まあ、木を切って得られるものですね。ということですね。リンゴ入れとこうかな、もう。ここだね。あとはいいか。あ、間違えた。これね、あの、なんかカメラのボタンがあるんですよね。で、カメラ持ってないから使用できませんってこう出るんだけど、多分手に入れたらできるようになるのかな。で、あ、ヒギンズまだ来てないな。よし。オルゴール、うん、600、銅板、培養土、布。これオルゴールちょっと作ってみようか。うん、よし。あ、今来たね、ヒギンズ。な、ヒギンズ何取っていくんだろう。悩んでる。ああ、培養土取りましたね。まあ、さすがちょっとレベル高いやつを取っていきましたけど。練習してますね。よし。オルゴールちょっと見てみようか。何がいるか。お金もちょっとまた貯めたいですけどね。木製オルゴールは鋼材の板、シリコンチップ、青銅の延べ棒か。ちょっと待って、銅がなかったんじゃなかったっけ。ちょっと待ってよ。鉄また足しとこうか。燃料でしょ。炭素鋼もまた足しとくでしょ。銅がないんですよ。ほら、4個しかない。あ、1個しかない。銅ちょっと買ってきて、とりあえず1個分だけ買ってこうか。で、あとちょっと掘りに行きましょうか。今日ね。急ぎで作るのは1個分なんで、1個分だけ買おう。で、ツリーファームもちょっと行ってみましょうか。なんか注文ができるようにね、なったみたいなんで。ここに。よし。いいですね。でもね、なんか新たな。このね、バーバーも飽きましたから。どっちだったっけ。銅はここ、まあ、安いんですけど、とりあえずまあ50個ぐらいでいいか、ね。うん、とまあ掘りに行きましょう。あと石とか売ったらいいんかな。ね、それなりにお金にはなるんちゃう。で、あ、ツリーファームね、次。で、掘りに行ってこっか。
し。これで、まあ、これだよね。資源を購入する。プロダクションレベル。ほう。どういうこと？今は、1日につき10ゴールドってことですかね。うん。で、その期間が55日。アップグレード、タイプを調整する。タイプってなんだろう。ちょっと見てみよう。あ、調整できるの？それぞれ何がもらえるかってこと？増やしたり、減らしたり。違うわ。何これ？増やせんの？カウント。増やしたり減らしたりできる。増やすと、ちょっとお金が増えますね。定期的にくれるのか。眉とかちょっと集めるのめんどくさいね。どうしたらいいんだろうな。まあ、今は普通のままでいいか。デリバーリニューアル。アップグレードか。ちょっとしてみようか。アップグレードのコストは1万。いや、アップグレードお金貯めてきますよ。すいませんね。ちょっとお金持ってなくて。そういうことか。何でも金か。よし、まあ帰ろう。いっぺん帰って、銅をセットしないと。青銅か。よし。で、セットしましょうか。銅、青銅を、まあ、10個ね。作りますよ。燃料も足して、銅も作っとこうか。あと3つだけだけど。こうでしょ？で、ガラスと、よし。こんだけでいいか。石レンガとかはまあいいか。よし。で、鉱石。木の板。データディスクもうちょっと欲しいもんね。いろいろ必要だと思うんで。この辺は、入った、アイアウントとか入らへんな。どれだ？あれ？木のやつ入れてるやつがないな。これに入れとこうか。鋼材。この辺はまあ使うし。アイアウントの板って何に使うんだったっけ。まあなんかで使ってね。まあ持っときましょうか、ここ。あと、そっか、肥料忘れた。しまった。これね。よし。肥料をあげて、何が動いてんの？音だけ聞こえる。よし。これか、ハーブドリンクか。よし。じゃあ、ちょっと掘ってこっか。銅がね、ないんでね。で、まあ、帰ってきたら、あれができてるでしょ。精度ができてるんで、オルゴールか。渡せますね。まあ、ちょっとだけ掘ってきましょう。よし。で、どうね、この辺なんだけど。ちょっと掘りにくいね、もう。ボコボコだ。まあ、掘れるやつは掘っとこう。綺麗に掘っていけたらいいんですけど、もっと。って考えると、ツリーファームがああいう感じに、なんかお金で資源を送ってくれるっていうのがあると、多分この、なんていうのかな、採掘もやってくれる。システムがそのうちできそうだよね。もう下まで落ちちゃった。戻れるかな、これ。よし。ダンジョンのさ、なんていうの？アイテム探しも、時系団に注文できたでしょ？
だからそういうのもあるんじゃないかなと思うんだけどね。全部工業化じゃないけどしていける。もうちょっとここ掘りにくいし便利よか。地上に出る方法がここだ、ここだよし、異物も探しながら行く。銅鉱石穴が急に歩くよし。まあそろそろさら地にしてもいいかもしれないね。またね、あの別の階層に20お金少し払ってねしてもいいかもしれないけど、まあまだちょっと粘っていきましょうか、これぐらい、うん、よし、うん、データディスクはありがたいですね。なんか綺麗に掘る方法があればいいですけど。よし。ん？よし。落ちた。よし。まあいいか。別のとこ行こう。なんかある？もうでも光あんまりなくなってきたかな。少なくなってきたよね、反応がね。ね、よし、ないかな。掘ってるとこ、あ、あった1個。よし、こんな残り物のもう1個あるね、下の近くに。これまあちょっと掘ってみましょうか。どう、まあ200個手に入ったんで、メガネか、うん、何時、もう一個あったよね。あ、まだ下に続いてる。この辺取ってないな。よし、なんだソファーかまた一個増えたぞソファーが。よし、この辺いくつかありますね。ちょっと完成させたいんですけどね、異物もね、なんかバラでいっぱいあるんで、1個足りてなかったりとかそういうのが多いんですよ。取れた？あ、なんか出てきた。考える缶のピース。おお、なんかいっぱいあるぞここ。よし。なんだ？これは？お、記念碑の模型のピース。まだあるね。なんかまとまって落ちてたりせへんのかな、こんな。何これ、奇妙なガラス。また新しいシリーズ来たわ。なんかいろいろ、うん、まあ、ちょっとこの辺近くにいっぱいあるんで、掘っていきましょう、せっかくなんで、ね、データディスクでもいいんですけどね。ああ、なんか取れた。考える缶のピース、また同じの2つ来たな。もう1個なかった今ここら辺。あったあったあった。モンスターのぬいぐるみのピースあ、もう反応がなくなったぞ。ない？ないね。あ、あ、ちょっと待って。あ、こっちでダンジョン初めてかも。よし、行ってみよう。チェックすればよかったな。よし、ありますね、これか。よし、じゃあこれ行って帰ろう。あんまり期待はできないかもしれないけど、うん、使われてない部屋。ほう、広い？広い？これでもそんなもう強くないよね。よし、倒しとこう。宝箱があります。よし、さあなんだ。磁気ブレスレット。お、あとは敵はいるけど、ちょ、いけへん。よし、
どうした？なんもないね。なんかバスかなんかが、電車かバスって感じですね、これね。これだけか。中には入れない？入れたけど何もないね。こんだけか。よし。こんだけでした。磁気ブレスレットちょっと見てみましょうか。防御6か。なんか微妙だな。よし。帰ろう。よし。じゃこの辺の銅だけ取っとこうか、じゃもう出へんと。よし。まあいいわ。帰ろう。あ、スキルか。よし。ん？あれ？よし。あ、暗くなっちゃったね。もう8時か。じゃ渡せるかな？どうだろう。まあ、一応作って。銅はできてると思うんですけど。よし。精度ね。また足しとこうか。よいしょ。銅も作っとこうか。銅50本あるね、でもね。精度の方がいるんか。木製オルゴールを作り、できました。うん。で、ちょっと入れるもん入れといて、ソファーか。どこにいるんかな。どこにいる？こんなとこにいんの？ノラ。ちょっと話持って行ってみようか。近いね。ジャンゴと、どこにいる？え、この後ろか。上か。いけるか。もう家入ったっぽくない？その辺家なんかな。ふらついていてください。いたいたいた、引っかかってる引っかかってる、ナイスナイス、よし。めっちゃラッキーじゃないこれ。ありがとう、母なる大輝のお導きがあらんこと。ロージックキューブってなんですか？ルービックキューブじゃなくて。どこに変えんの、あの子。ちょっとついて、ストーカーしよう、ストーカー。こっちの方が早いぞ。君の家が知りたいんですよ。あ、何？お、まさかの？こんな夜更けに、こんな人気のないところで何をしてるんですか。全然喋らへんな。あの吹き出しが出てこないね。何喋ってんやろ。もうちょっと近寄ってみよう。全然相手にされてないぞ。ちょっと話してみようか。普通に話しかけてくれたけど、ああ、まあいつものお決まりのセリフですね。ノラは？はい、まあまたこっちもあれですね。水の話ですね。なんか十分な水がないと、ベネアス・ザ・チャーチからの水は、まあ、使ってるけど、そっちは、まあ、みんなに配るほどの量はないと。この井戸も使えないですかね。ちょっと、なんか、いろんなね、町の人たちにも、いろいろ、こう、プライベートはね、あるんですね。こういうところで黄昏れてみますか。うん、ああ
見つけた。大理石とか別にはあんまりいらんけど。よし、まあ、ちょっと無駄に時間を費やしてしまったな、うん、帰ろう。いいっすよ、走って帰りますよ。広告あれいつ出せんのかな。1週間で出せるって書いてあったけど、ん、まだ出してるね。まあいいか、もう深夜だしね。この何だったっけ、ロージックキューブ、ちょっと気になりますね。ちょっとお家帰って、ちょっと見てみましょうか。神社とかいつもどこを歩いてるんかな、ほんま。なんかもう英語になってきたよね、みんなね、うん。まあ、しかも最近はその水の汚染の話ばっかりなんですよね。まあ大事ですけど、うん、よし。これは磁気ネックレスはまあいいとして、何これ、何世代にもわたってに、人々の頭を悩ませてきた立体パズル、ロージックキューブ。クリティカルチャンスが 5%、 サングラス 10% だしね、そんなに役に立つもんでもないということですね。まあ、また家具、これレザーソファーが見つかったんで、1個追加しておきましょう、うん、これ欲しいっていう人いいんかな、ほんま。で、いいかな、この辺はまあいいよね、明日取れば。あとやっとくのは日の板もう追加しとこうか、これもせっかくなんで稼働させとこう、うん。鋼材の板はね、ちょっと間違って50個作っちゃったんで、まあ、しばらく大丈夫だと思います。銅パイプ作れた、これ何作ろうと思ってたんだっけ俺、銅パイプで、うん、何かな、エンジン、ラジカセ、ブレンダー、 DD ストップでもないしね、何だろう、分かんない。あれ思い出せへんな、何作ろうとしてたんだっけ。違う違う、家具、ああこれだこれだ、街灯、街灯が作ろうと思ったんだ、街灯作ろうか、ちょっと2つ作って、これ設置できひんかな、ちょっと待って、こっちがいらんかった、置けないですか、あ置ける置ける、ちょっと明かりをよくいるの、まあ、この辺と、もう若干明るい、若干明るいかな、この辺に置いときましょう。よし、いいですね、うん。はい、そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。